はい、戦国武将紀行長尾景虎上杉謙信、ここはですね秋葉公園なんですが、土地を一夜梅の日と、まあ、日というのはこれなんですけどね、その由来というかゆかりがですね、まあ、ここはあの浄安寺さんの全部敷地なんで、そこはあの秋葉神社ってありますけど、ここに書いてある通りなんですけども、ちょっと見てみましょうか。虎千代の市として浄安寺を開山した名僧、門札和尚、ちょっと省略して名前を呼ばさせていただきます。まあ、和尚様のね、要は仏弟子だったと。で、まあ、梅の木の杖を継いだおじいさんが訪れてですね、まあ、これが証であるということをもらうために願いに来ましたと。で、和尚はおじいさんの願いを快く受け入れて、まあ、血脈っていうのは難しいですね、地脈、仏法上の、ね、ことなんでちょっと分かりにくいと思うんですけど、別にあの心の広いお嬢様はですね、まあ、そういうおじいさんに対してもそういう態度をとっていたということで、そのついていた梅の木にまつわる話だと、短冊をつけたと、一夜梅と名付けたらしいですね。で、石碑を立てて祀ったということですね。まあ、おじいさんがね、突き立てた杖が梅の木の木だったわけで、それに芽があって、それが生えて梅の木になったっていうのはすごい話ですよね。どうでしょう、短歌わかりますか。この梅を植えたのは誰と質問された、この植えたのは菅原神社でございなさいと。ほう、うん、でも今のね、ケチ脈、難しい名前ですね。師から弟子へと代々仏法を正しく伝えることと、そういう意味だそうです。ちゃんと注意書きがありました。よく読まないとダメですね。はい、長尾景虎ゆかり、長尾虎千代と言ったんですかね、虎千代ゆかり、一夜梅の日についてでした。